こんにちは、こんばんは、イサムルです。今回は串なら集会パーティーのご紹介でございます。ちょっとね、プレイしたのが3日前ぐらいなんで覚えてないんですけど、早速行きましょう。火曜日だったかな、串灘が。で、今声入れてるのが金曜日で、おそらく本日公開してるんじゃないのかなと思うんですけど、水曜日の、今週のね、水曜日のイザナミで、イザナミが運極になったので、ジャックのところがイザナミになるって感じかな。あとはホーミングパーティーでございます。フレンドはそうだな、ウォッカがいたらウォッカを使うんだけど、ウォッカ、ワールド、アリスかかな。うん、アスカも使う。だからまあ貫通の方が当てやすいかなっていうので、うん、アリス、ワールド、ワールド結構好きかな。速いとか結構早く回れるんだけど、今回どうだったかな、うまくいくとね、信玄使ってフレンドがワールドで遅延させると、そうだね、毎ターンね、最後ね、串灘の最終面で毎ターンホーミングで150万とかうまくいったら食らわせられるから、結構ね、今自分がハマってるパーティーですね。そうで、イザナミがそう運極になったから、まあ早くね、このパーティーよりもおそらく早くは回れるんじゃないのかなとは思うんですけど、ちょっとね、コイン入れるのがちょっと遅くなっちゃったんで、なかなかね、入れられなかったから、わかんない部分もあると思うんだけど、わかんないとか覚えてない部分もね、あると思うんだけど、でもイザナビがね、とりあえず運極になったから、結構いろんなところにね、運枠で使えるから、頑張ってね、次は串灘かなと。串灘運極にできたら結構大きいよね。ホーミングが本当に強いから、ここ結構鬼門というか、ほら複数ね食らっちゃうとあれじゃない。で、ね、これはね、アリスがいるから毒解除はできるんだけど、なんかね、ここのゲージはね、ハート取っておいちゃうよね。アリスがいてもハートをね、取っておいちゃう。ちょっと癖だね。いやー、でも強い。一応ね、遊撃をウォッカが食べてるから、まあ、気持ちちょっと強くはなってると思うんだけど、アリスもやっぱいいね。どれぐらいだろうね、早くてどれぐらいだろう、10分はね、切ってたと思う。このパーティーで、このパーティーフレンドが多分ワールドだったと思うんだけどね、うん、8分かな、8分9分ぐらいかな、早くて。だからもう一体こう、ウォッカが、まあ基本かぶっては欲しくはないんだけど、あのキャラでね、ガチャキャラで。だけど、まあその周回速度っていうと、ウォッカがもう一体いても、まあ、悪くはないんじゃないのかなと思いつつ、ほら、次の超重心祭でさ、新しいキャラがね、出てくるじゃないかって言われてるから、まあ、金曜日はね、モンストニュースがね、ある日なので、今現時点ではまだわからない。うん、でもしかしたらあるかもしれないね。それもね、楽しみにしつつ、気づいたらもうあれだね、ボス戦だね。いやー、でもこれは自分をウォッカーを手に入れるまでは誰入れてたかな。いや、誰入れてたんだろう、逆に。リョーマとか入ってたかな、神化リョーマ。多分ね、この日はね、フレンドがそんなに湧いてなくて、火曜日だったんだけど、イザナミゼロか、イザナミゼロの後に串灘で、イザナミゼロのね、フレンドはかなりいたんだよね。フレンドの方もあのラファエルとかダルタニャンとか出してくれてる人がいたんで、それ良かったんだけど、次のね、串灘のね、フレンドが結構いなくて、ちょっと結構悩んでたんだけど、久しぶりにね、ギルガメッシュかなを使ったけど、あの子強いね。昔ね、串灘に使って、あれそんな強くないなと思ったんだけど、使い方が
で、でも悪かったというか、その時ね、めっちゃ強かった。で、串ゼロでもね、強かったから。いいね。ホーミングってやっぱ気持ちいいよね。もう特に、こう、敵が一人になった時のこう、まあ、殲滅力というか。はい、オッケー。まあ、それ敵からしたらつまんないよね。それホーミングでやられるんだから。で、武田信玄のいいところは SS が弱点露出だから、貫通ホーミング、長距離貫通ホーミングとかが、当たる、弱点に当たりやすい、あてかもうほぼ当たるかな。で、貫通ホーミング銃を持ってるのかな、唯一か、もしかしたら誰か持ってるかもしれないけど、だからヒット数がね稼げるから、その分弱点に当たりやすいっていうので、一応こうウォッカとかこういう代用になる、うん、アスカとかかな、ここだと、あのシナラだと代用にはなるから結構強い。うー、危ない。これね、意外とね、あの属性が違う人が当たっちゃうと結構痛いよね。怒ってるとね、12000ぐらい食らっちゃうのかな。へい、強いなホーミング強いな、やっぱり。あとはまあストライクショットを使ってって感じだけど、最後はね、なんかね、ちょっとグダった記憶はあるんだよね。 OKOK、 戦国最強は伊達じゃねえ。これ言ってよくて、あの一応声合わせになるんでねあれ、あの夫を声をね後付けしてるから、意外とずれちゃったりするからね。たまにあの睡眠する、睡眠麻痺かな。で、こっからワールドだと遅延して敵一体でホーミングを当てまくるっていう感じをするんで、うわー強い。次ね、蘇生されちゃうから、自分はまあアリスよりかワールドの方が好きかな。いってらっしゃい。この子もね、使い方ちゃんとまあハマっちゃったんだけど、この子もちゃんと使ってあげると、あ、蘇生してないか、したか、100万はね出せるから、ジャックは本当に強いね。だって一応妥協枠っていう話で言うと、ジャックはさ、1周目の超絶一応いけちゃうから、ジャックはおすすめだね。クエストがちょっとめんどくさいけど、よし、あとはもうホーミングでね、ゴリゴリ削っちゃいましょうやっぱワープは必須だね、これね。ワープは欲しいね。やっぱりアスカも強いんだけど、やっぱり貫通の方が確実だから、ウォッカの方がまあ扱いやすいっていうのはあるよね。まあでもアスカ強いんだけどね。アスカ SS も強いしね。ちょっとねグラってるからあれなんだけど、うん、でもいいでしょう。だからイザナミがさ、あ、ちょっと待って、運極になったから、クシナダがね、なんか土日できたような気がするんだよね。クシナダゼロか、うん、いやでもクシナダ来たはず。土曜日だね、土曜日に来るんで、早速明日だね、明日イザナミを使ってね、こう、おお、イザナミ運極だわって気持ちでこうやりたいと思います。ログイン1年ちょっとかな。よーし、いいでしょう。あとはまあ蘇生が左下かな、なんでそこまでに多分倒せるんじゃないかっていう感じ。OK、だからワールドだと遅延して毎ターン100万100、2、30万ぐらいね出して、結構そこでゴリゴリ削ってからのって感じかな。よし、ということで今回はクシナダですね、周回パーティーっていうか今ハマってるパーティーかな。で
まあ今だと、ジャックのところをイザナミにするって感じですかね。で今ね、クシナダがラック50なので、まあ、クシナダ運極にしたらね、かなりいると広がってくると思うので、クシナダ運極目指して頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。